さらに北海道超暑い。18日水曜日夜8時を回りました。 A&G ネクストジェネレーションレディーゴー、水曜パーソナリティの大久保ルミです。いやね、ほんとね、腹に北海道を張った上で今極暖ヒートテックっていうの着てるんですけど、暑いの、汗がすっごい出てきて、みんな絶対やめた方がいいよこれね。最近めちゃくちゃ寒いからね、私も結構あったかい服を着たくて頑張ってるんですけど、それはそれでね、暑いのよ。だからね、その温度差で体調とか崩してる、みんな崩してない？私熱中症家になっちゃって、もうね、辛かった。3日ぐらい断食してた。意外とね、人間って3日ぐらい断食してても健康状態に問題ないらしいんですよ。でもなんか心が削れるよね。カツ丼を食べる自分をさ、永遠と考えちゃうの。わかります？これ。まあでもみんながね、本当に体に気をつけて、一生懸命ね、お仕事に励んでください。なんか、すげえ嫌なこと言ってる。仕事に励めってすげえ嫌なこと言ってる。やめよう。はい。ということでね、まあ、先週末センター試験だったんですか？雪も降ってたし大変だったでしょう。みんな、よく頑張りました。お疲れ様です。え？お花が届いてる。あれ？お花？なんかあったっけ？なんか私、あったっけ？スタッフさん、あれ？違う。あれあれ、すごいいっぱい可愛い女の子たちのなんかブロマイドがしゃ、あれ、ちょっと待てよ、もしかしてこれレディーゴーじゃない？流星よ高く高く舞い上がれ。A&G ネクスト大久保ルミの5スターズ。はい、ということで皆様改めましてこんばんは。平日夜8時から9時まで生放送でお届けするワイド番組 A&G ネクストブレイクス5スターズ。この番組はまだまだ新生である女性声優5人がですね、声優ラジオパーソナリティとしてトップスターを目指し、いつか光り輝く5つ星になるべく自分たちを磨いていくラジオ番組です。今週水曜日は私大久保ルミが代打パーソナリティを務めます。びっくり。ということでね、ちょっとした冒険で皆さん、ドア玉はね、レディーゴーで久しぶりに乗っ取らせてもらったんですけど、いかがでしたでしょうか。もうね、コメントがね、すごいの。おかえりとか、楽しすぎるとか、なんか泣いてるって人もいて、ツイッターもね、やばいよこれ。すごい、本当でも嬉しいですね。こんな風になんか、みんながね、喜んでくれると思うと、代打を引き受けて本当に良かったなと思いました。あ、今回ちょっとね、本当のパーソナリティの田中みな実ちゃんが、まあ、舞台にね、お都合でちょっと出られないということで、私に、なんと一番最初にどうですかってお話が来たんですけれども、その時に、だったら、一回は乗っ取ってみたいかなっていう気持ちがね、ちょろっとだけあってね。でも、やっぱり、ファイブスターズだから、ファイブスターズっていうこの番組を楽しみにしてる人ももちろんいるから、その人たちを、やっぱりないがしろにしたくないっていうんで、冒頭の茶番が出来上がりました。スタッフさんとね、私とみんなで考えました。楽しんでもらえてたら嬉しいなと思います。さあ、ということで、生放送ですので、リスナーの皆さんからのメッセージを募集しますよ。それでは、今夜のメールでも発表しましょう。こちらです。大久保ルミに、聞きたいこと2017。はい、今日は私がパーソナリティを務めさせていただくので、皆さんが私に聞きたい質問はどんどん募集していきます。レディーゴーを見ていてくれた人もいるでしょうし、他で私のことを知ってくれていた人もいるでしょう。もしくは全然知らない君誰って人もいるかもしれません。はい、そんなねこともありますので、どんな角度でもいいのでぜひぜひ質問を送ってくださいね。あ、でもそっか、レディーゴー知らないっていう人もいるかもしれないのか。レディーゴーっていうのはですね、この5スターズの時間と全く同じ時間で、5スターズが始まる前っていうか、5スターズがこの時間に移動してくる前に約5年間、女子5人でね、女性声優5人で務めさせていただいた1時間生放送番組なんですよ。私は水曜日のパーソナリティをしていてですね、1時間生放送をやってました。だからすごい緊張すんの今日。
なんかさ、ここに戻ってくるっていうのがさ、私だってこの席に座って生放送1年ちょっとぶり ?1 年3ヶ月ぶり?いやー、でも嬉しい。なんか、それを喜んでくれる人がいるのがすごい嬉しい。なんか幸せなことですね。あ、でも田中みなみちゃんの番組なのであくまで。みなみちゃん推しでいきますよ。さあ、メールの宛先はいつもの5スターズと一緒です。すべて小文字で、minami@joqr.net。minami@joqr.net。いやいや、やってるって聞いたから、やってるって聞いたから、ちゃんとねやろうと思って、はい。またこの番組のツイッターもあります。アカウントは AG_5 アンダーバースターズです。これ絶対入ってこないでしょ、これ絶対入ってこないよ。ぜひフォローしてください。つぶやく際にはですね、ハッシュタグ AG_5 数字の5スターズをつけてくださいね。100% 入ってこないけどね。はい、あの時々あのね、あのシャープレディーゴーでつぶやいてくれる人も嬉しいんですけどね、ぜひ一緒にあの AG アンダーバー数字の5スターズもつけてくれると嬉しいかなって思いますね。はい、さあやばいね。あ、ねえねえ、今日さ初めて知ったんだけど、これあのワグちゃんのメンバーでもある田中みな実ちゃんの番組じゃないですか。ディレクターさんがアイリスおじさんって聞いて、もう仲間じゃんと。私もねワグちゃんも大好きなんだけど、アイカツじゃない、やばい、全然やばい、これあ、ごめんなさい、間違顔で切れてる、やばい、すみません、ディレクターさん、すみません。アイリスお姉さんなの。はい、私の中ではね、あのブライトファンタジーっていう曲が一番好きなんでね、皆さんぜひよかったらご購入いただけると嬉しいです。エビックスさんから出てますんで。さあ、そしてこの番組はニコニコ生放送でもお届けしています。ニコニコの5スターズチャンネルに登録してくださった会員の方に向けてお届けしていて、生放送終了後には5スターズアフタートークも放送されます。視聴方法など詳しくは番組公式ツイッターかニコニコにある5スターズチャンネルをご確認ください。まだ登録してないんですか？うそー。今日は5スターズに初登場の大久保ルミが務めますよ。みんなアフタートークまで絶対聞いてほしいんだ。だから5スターズチャンネルに入金してほしいにゃん。なんかやばいね。あ、登録してほしいにゃんです。みんな正解で合ってるよ、合ってるよ。基本はね合ってるんだけど、そうちょっと生々しい方向にねすぐ転がってっちゃうからね、よくね、もう困っちゃうにゃん。はい、ということでね、21時まで生放送を担当させていただきます。よろしくお願いします。 A&G ネクストブレイクス、大久保ルミの5スターズ、最後までお付き合いください。A&G ネクストブレイクス、大久保ルミの5スターズ。